た。カンパーニャの港に。これ前にやったんだよな。ここまでやって飽きちゃったんだよ。なんでみんな赤いの？あ、敵ってこと？なんで？なんでこんなにいるわけ？どうしたらいいの？よくわかんないよ。この人は普通にいるな。ん？何？わかんないよ。こいつは全部倒せないじゃん。弁当。受肉制作弁当の身がよくわかんないけど、アイテムって、あ、この人と話すればいいのかな。あれ、お前何いて、カンパーニャに、はい、たまろ。わかった。一回セーブしていいかな。あ、たまろね、いたいた。順番通りやんなきゃいけないんだ。ゴードンの使いのものです。ここまで俺無駄に戦ってた。ああ、そう。魚商人。マスクのものを殺して、うん、さっき戦ったんだけどね。わかった。そうか。ちょっと待って、俺食べ物食べてみたい。消耗品。やった。あ、これ。食べる。パクパク。元気になったかな？もういいの？あ、まだ食べてる。パクパク。食べたよ。そして行ってくるね。お前ら全部殺す。
こら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 。あ、みんな死んだんだ。あ、そうか、こんな簡単に本当は済むはず。これで話すればいいのかな。こんにちは。穀物大乱？穀物大乱意味わかんない。日本語間違ってると。今ここは飢えた人々と怪しいよそ者で治安が市議会で検問令を出してて。そうか。私の印象を持って行ってください。どこに持ってくの？私の魚を販売する人たち、正門にいるルビコーサンティスに渡すと。はい。わかりました。じゃあそこで終わりましょうね。やることがやっとわかったところで終わりだ。あ、こっちか。雑貨商人、なんか売れるのかな。ウェルカム。購入、販売。なんだろう。よくわかんないなぁ。制作材料ってなんだろう。あーはーはー、これ売っちゃおう。どうせ大したものになんないだろう。うん、販売。はい、販売。これって何なんだろうね。ゴールド、クリムゾン。あ、服をね。それは後で染色すればいいか。職人に頼まなきゃ。じゃあいいや。うん、はい。なんか業績達成しちゃったよ。じゃあここで休憩しよう。なんかね、青い線についていくと、じゃがいもとかの方が、押したら消えちゃったんだよね。あ、これか。受注済み。あ、クロリスは尋ねる。600名。あ、なんか全然違う。これだ。クエスト追跡。ん？クエスト追跡取り消しなのか。ガイド終了、ガイドしてくれよ。なんかいまいちよくわからんない。前ね、この点線を追うのめんどくさくて、なんか山の上行くのめんどくさくて、戻って、それでアンインストールしちゃったんだよ。なにこれ。ん？入れないの？苛立ってんの？なんで苛立ってんの？こんにちは。タマロさん。印象先に提示しろ。魚の運搬はなんか威張ってんなこいつ。どうなったの？どうなったかが分かんないんだよね。字が対話したじゃん。え、対話なかったのかな。殺伐とした警備だな。よくわかんない。もうこっちに行っていいってこと？いや。Please, I'm so hungry. どうぞ。うん。食べ物作ってたから。なんだろう。よくわかんない。俺の作った料理が美味しいと。焚き火で一個作ったから。ここか。こんにちは。わったまたあって、だから止まれ、ここは軍事区域だ。そうか。運搬屋、商店街に魚の箱。よくわかんない。これを、どこまで。あの人の後ついていけばいいのか。
すごい素早いね君。誰だか知らないけど。小緑？ここに置けばいいの？置いたよ。なんだ？また胸でかい女か。ここで働いて食べ物を、ありがとう。お金より食料、そうなの？マティーニ伯爵は商店街どこですかね。こっち行くっぽいよ。カンパーニア。あ、ここ町なんじゃん。あ、知らなかったよ。あ、つまりここまで来なかったんだ。なんかめんどくさそうだなと思って戻っちゃったんだよな。盗骨者、こんにちは。なんだか、あ、これ NPC じゃなくてプレイヤーってこと？また友達になりましょう以来しかできないやつ。ロジャース。いや、もしかしてチコ様がおっしゃっていた冒険者様ですか？そうなのかな。そうだよ。マティニケが赤い仮面をかぶったものに。またそうなの？行ってきます。マティニケまで案内します。そっからは赤いやつと戦ってくれってこと。はい。めっちゃ速いなこいつ。と思ったらあんま速くなかった。ほら。ああ、あとは戦いってこと？こいつか。死んだじゃん。こんにちは。お？まだいたよ。どこにいんの？見えないんだけど。あとは？ちょっと、こいつなんでこっち向くんだろうね、このキャラ。味方か。あ、すごいくるくる回ってる。あとは？あとはいないじゃん。あ、味方だった。あ、中に入っていいんだ。これか。あ、チコだ、ほんとだ。チコタンに叱られる。Is everything alright? いや、どの。一体どういうことですか。もしかすると、私はチコって知ってるかいみたいな。もしかすると、私のネックスを狙ってきた連中かもしれません。誰だよ。オルフィナ教授ってこいつか。チコ様、このことは早く。テラオンのことですか。君の言う通りだ。本題に入ろう。オールヒーナ教授だ。魔法学と歴史学の権威。君にテラオンに起きた事態について。あ、テラオンってあの町か。壊れちゃったんだよ。私が見たものはそんなに多くない。君がレッドガードが3人いて、可愛い女の子が殺された。急におかしい気持ちに、なんかすごい気持ち。本当の説明？私が知りたいのは、え？何かわかんない。あ、右クリックしちゃったよ。もう一回こっからやんなきゃ。わかりました。ネックレスに反応している、なんだろう。ちょっと待って、あなたに。何した？新しいスキル。女かよお前。プラナ。うわ、何これ。あの変な男が持ってたやつと一緒じゃん。壊れたんだ。
Perhaps it is no small coincidence you managed to survive the tragedy on Talarian. Talarian? あ、そうか、テラリアンなんだ。何？レピテーション。レベルアップしちゃった。あ、そうか。クエストやったからな。どうしたの？Thank you for it. ヘッドマスクの本当の目的は何だかわからない。で、どうしたらいい？どういうことです？あなたは混沌の力を持ってます。違う、勝てる。ああ、そういうことか。私は何したらいいんですか？もしかしたらあなたならここで魔法使いやテラオンの事件の手がかり。頑張りましょう。なんかお茶をもらった。すぐ行動に移りましょう。オルド大学で私の助手になってください。へえ。そういえば大学の前の広場にテラオンの生き残りがいます。ウリエ。私の魔法であなたの広場まで送ります。直接持っていきます。どっちがあんの？ありがとうでいいじゃんね。意味わかんないけど。あ、ワープしたな。お前ウリエかわいいな。あ、なんか見たことあるこいつ。占いする人か。あなたは星好きさんですね。またお会いできて嬉しいです。なんか覚えてて俺も。私の一族も。ああ、そうですか。テレオス様の聖地で、誰かあえてあの善良の神を害すると、メディア様も、そう、あの人殺されちゃった女の人。きっと皆信じてくれなかったのでしょう。あ、なんか予言したんだお前が。一つだけ確かなことが、神の聖地が破壊され、虐殺が起きたということは、普通の魔法では不可能なことです。きっと他の神の力が介入して、あ、なるほど。